シャージと、S、スタイルテレビと雑誌の垣根を越えてタッグを組み宮城の「イケてるラーメンイケメン」を徹底リサーチ互いの取材力を駆使し今食べたい珠玉の一杯を厳選します今回のイケメンは鶏のうまみと甘さつ一杯です大崎市古川にあるラーメンタキ。 先月二十三日にオープンしたお店ですこちらは大崎市古川の食の蔵神呂の中にあるお店になるんですけれども店内もノスタルジックな雰囲気の中で世代を超えてまあどんな方でも楽しめるラーメンが揃っているお店かなと思いますねお待たせしました鶏中華醤油ダブルになりますはい 綺麗なスープですよその上にもうたくさんのチャーシュー2種類乗ってますねこちらがラーメン多喜おすすめ鶏中華チャーーシューダブルボリューム満点の一杯ですうんうわわおいしいあーこれ私好きなやついやほんと鶏のうまみ すんごい感じますよこうキリッとした醤油の香りもありつつふんわりとね甘みも感じられるんですよ。鶏鶏中華のススーーププはガラ、親ををメインでスープを作っております当初は若鶏を入れて一緒に煮込んでたんですけど親鶏の方がちょっとうまみの濃さが多くなってきましたので親鶏にこだわったスープとなっております。 返しでは上町で醸造されているキレのあるし油で甘みが強い醤油二種類使ってまして合わせる麺は2種類の国産小麦をブレンドした低下水の細ストレート麺うん スと歯切れがいいですね噛むと小麦の味もしっかり感じられます鶏の香りも一緒にすすることで本当に奥深い味わいになりますこの親鳥のチャーシューも柔らかくて絶品提供前に保温して親鳥特有の硬さのない食べやすいチャーシューとなっております 鶏の旨味をギュッと詰め込んだこだわりの一杯ですさらにおすすめをもう一品ご紹介とての味噌ラーメンはあのコくのある甘みのある味噌を使っていてスープに昆布だしと豚バラを使っており後味すっきりとしたスープとなっております寒い冬にこそ食べたい味噌ラーメンこちらもぜひ味わってみてください 今回の「イケてるラーメンイケメンは」はラーメン炊きのコク深く甘さ際立つ絶品鶏中華ぜひご賞味ください。